政府は昨日、新型肺炎に関する初めての専門家会議を開きました。感染経路が今の段階で見えないものがですね、いくつかもすでに想定をされている、今あるわけでありますから、患者が増加する局面を想定すべきだと。新型肺炎の国内の状況について、専門家会議は国内発生の早期段階にあると認定しました。その上で、職場の歓迎会や送別会などを念頭に、不要不急の集まりの自粛を国民に求める意見が出たということです。また政府は、感染に不安がある人が医療機関を受診する目安を今日にも公表する方針です。